駅番号は合図16。駅長配置駅であり、管理駅。伊豆急行線の終着駅である。静岡県内の鉄道駅では最も南に位置する。かつてはさらに南の色崎方面までの延伸が検討されていたが実現していない。和歌山線の下田駅、青い森鉄道の下田駅と区別するため、駅名に伊豆急が付く。 東端式ホームに面3線及び留置線3本を有する地上駅。夜間大白設定駅である。改札口と待合室は1番線ホームの近くにある。1.2番線の間には100系電車の車輪のモニュメントがある。改札口は出口専用と入口専用の2カ所で、いずれも有人通路となっている。改札は列車の発車15分前に開始し、 入り口の上部の LED 発射表に改札中と表示が出て案内放送も流れる。出口専用改札口は東端部にあり、赤書を模した形の門と黒船を模した形のラッチがある。自動券売機と緑の窓口が設置されており、緑の窓口では伊豆急行線以外の他の施設や第3セクターに直通する区間や列車を除く。 全国の JR 券を購入できるほか、緑の窓口には、液晶ディスプレイ式の指定席空席情報表示器も設置されている。スイカ及びスイカと相互利用可能な IC カードは、伊豆急行線内全域で利用可能であり、当駅を含む一部の駅には簡易チャージ機も設置されている。自動改札機はないため、簡易改札機による対応となっている。 伊豆急グループの伊豆急物産が、ぶりさんまの坊主市、下田弁当、伊豆漬くしなどを販売している。近年の1日平均乗車人員の推移は以下の通りである。全路線とも東海バスの運行である。交代で入線するタイプのバスターミナルとなっている。特急、踊り子、サフィール踊り子の隣の停車駅は列車記事を参照。ありがとうございます。